ロイカーはニュージーランド出身の数学者、物理数学者第11回マルセル・グロスマン会議で講義を行うロイカー・カンタベリー地方出身クライスト・チャーチの名門セント・アンドリュース・カレッジ在校時より数学に特段の才能を発揮した1950年の小学近審査試験では試験時間を間違え 600点満点中298点と半分の成績しか残せなかったが、特例で奨学金が給付され、ニュージーランド大学カンタベリーカレッジへ進学した。大学では初年度から飛び級で3年時に在籍。大学の規定により20歳の誕生日を過ぎるまで、卒業が認められなかったため、ビリヤードとボクシングに熱中し、大学代表のライトウェルター級選手として、 試合に出場した。当時、カンタベリーカレッジに在籍していた、ケンブリッジ大学出身の数学者の、ウォルター・ウォリックス・ソーヤーは、ボクシングの怪我で、カーの脳が損傷することを、心配したという、大学2年時に、修士課程を修了し、理学修士の学位を取得した、1955年、アーサー・シムズ連合王国小学生として登営。 ケンブリッジ大学トリニティカレッジ博士課程へ進学し、1960年に PhD を取得した。トリニティカレッジでは一般相対性理論を研究したが、指導教授とは研究領域が合わず苦労したと解雇録を残している。博士研究員としてシラキューズ大学へ着任。当時のシラキューズ大学にはアインシュタインの元同僚であるピーター・バーグマン博士が 教授として在籍しており、バーグマンにちぐを得る。シラキューズ大学に在籍していたジョッシュア・ゴールドバーグ、博士の紹介で、アメリカ空軍ライト、パターソン空軍基地へ移籍。アメリカ空軍、航空学研究室一般相対論、部門研究員として、反重力の研究に従事した。サンタバーバラの学会で知り合ったアルフレッド・シュルト、博士の紹介で、テキサス大学オースティン校へ移籍。 1963年に一般相対性理論におけるアインシュタイン方程式の解の一つを発見しカー解と名付けられる。1965年には物理学者のエズラ・ニューマンらと共にカー・ニューマン解を発見し宇宙物理学の発展に大きな貢献を残した。1960年から1975年にかけブラックホールの解明につながる多くの発見があったことから ブラックホール黄金時代と呼ばれ、この時代の中心人物である。1963年から1967年まで、テキサス大学オースティン校准教授。1967年から1971年まで、テキサス大学オースティン校教授を務めた。テキサス大学オースティン校で、就寝在職権を取得していたが、1971年にニュージーランドへ帰国し、 母校のカンタベリー大学理学部数学、統計学科教授に就任。1983年から1993年まで、カンタベリー大学理学部長。1991年から1993年まで、ハンガリー原子力研究所国際部長を兼任し1993年に、学術会から引退した。現在は、ニュージーランド王立協会フェロー。 カンタベリー大学名誉教授、相対論的天体物理学国際センター、昌平教授、ICRA ネットワークスエフゲニー・ミハイロビッチ、リフシッツ学術委員長の職位にある、2019年王立協会フェロー選出、ありがとうございます。